私レッスン終わってご飯食べてました。しゅんせい大好き、かわいい、ありがとうございます。ともさんアットマークせやがったけど、りなちゃんの配信見てました。いの配信してたんや、見ればよかった。ほむらさんツイッターでスクショ選別して載せたよ、ありがとうございます。可愛いの載せてくれましたか。くまもんさんかすみん大好きやで、私も大好きやで、大好きやけん。しゅんせいさんご飯食べてたよ、何食べてたんですか。みんなの晩ご飯聞きたい。今日30分しかないから夜ね。あ、結婚して、結婚しましょう。こっちダメか、まだできないわ。チッパーのデルさん今日もかすみちゃん可愛すぎる、嬉しい。なんかさ、可愛すぎるって言われてさ、なんかどういう反応すればいいのかな。待って、海里山里さん、山里さんタイカレーでした。カレーいいな。え、タイカレーって何、タイとインドとかあんの。トメさんお出かけしてました、どこにお出かけしてたんですか。ショートさんこんばんは、こんばんは。ミオン16さんお疲れ様です、お疲れ様です。たかしさん初見です、いらっしゃい。だるまいっぱいありがとうございます。福一郎さんこんばんは、こんばんは。グッチさんこんばんは。ともおさん夜見れないって思ってたから見れて嬉しい。朝ぶり、夕方、お昼ぶりですね。海里山里さん台風のカレー白いです、白いんだ。白いカレー食べたことないかも。はるさん、いなちゃんから移動してきました、いらっしゃい。ひろきさん今日のレッスンどうでしたか。え、あのね、大変だった。意外とね、簡単そうに見えて疲れるダンスでした。でも楽しかった。エビフリオ、フリアさん、かすみたん好きな食べ物ベスト3教えて。1位いちご、2位お肉、3位なんやろ、3位なんやろ、待って3位何。あんま私好き嫌いないかも。でも1位、3位なんやろ。レーズンは嫌いです。レーズン以外食べれま、レーズンは以外は食べれます。もうほんとレーズン嫌いで、あの学校とかでよくレーズンパン出るじゃないですか、給食で。もうこのぐらいしか食べてない、なかったです。めっちゃ減らしてた。もうレーズンパン大嫌いです。でもさ、たまにさ、チョコチップパンとさ、レーズンパンさ、見分けつかないじゃん。それでチョコチップパンをと思ってレーズンパンを食べたことある。最悪だよ、レーズンパン。やだ、みんなレーズン好き。おーちゃん03組さん、お寿司は何が好き。うん、マグロ、中トロ。しゅんせいさん、俺もレーズン大っ嫌い。私も大っ嫌い。美味しくないよね美味しくないとか言ってない。中西さん、5分遅れてごめん、こんばんは。全然いいよ、来てくださってありがとうございます。エミリアさん、苦手なものないとか言って早速無理とか。レーズンはダメなんです。レーズン以外は割といけるかも。チッパーのテルさん、レーズン好き、レーズン好きなん。ホムラさん、レーズン美味しいよ。ちょっと待ってね、ごめんなさい。ドライフルーツは好きです。そう、おーちゃんさん、レーズンは例外ですよ。ポラリスさん、千葉から見てます、フォローしたよ、ありがとうございます。千葉ディズニーですね、いいですね。ふみおさんこんばんは。クリプトンさん、アットアイリスさん、また来たよ、ありがとうございます。たくさん来てくれる。
チッパーのデルさ、パクチーは食べられないけど、あのさ、パクチーってどんな味なの？パクチー食べたことないかも。パクチー苦手な方多くないですか？ヨスさん、ドゥフルのおすすめメニューは塩唐揚げ定食。え、皆さんドゥフル知ってますか？お昼話したの。コンさん、レーズンのお菓子もダメ、絶対ダメ。あ、やばい。イングリッシュマンさん、パクチーは薬っぽい風味がします。ならいけるかも。パクチーいけるわ、全然。原川さん、ちなみに俺は愛知名古屋から見てます。ありがとうございます。味噌カツ、味噌カツ食べたことあります。アップデート中さん、パクチーは一言で言うとまずい。まずいんだ。食べてみよう今度から。みーちゃんさん、フェスから帰ってるとこ17期生さんのフェスかな。お疲れ様です。どうでしたか？感想教えてください。今日何歌ったんだろう。今日朝なんか多分17期生さんだと思うんだけど、なんかドアから見てました。可愛かった。ポッターさん、こんばんは。こんばんは。福一郎さん、初めてだよ。初見ですか？いらっしゃい。岡 OKZ さん、パセリって食べる？パクチーはあんな味。パセリ、え、全然余裕なんだけど。パセリ全然食べるよ。エビフリアさん、ホームセンターやろ。ジョイフリア、違いますよ。ファミリーレストランです。ファミリーレストラン、ファミリーレストさん、レストラン。つのさん、結局ゆうちとのコミ名はどうなったの？え、ジョイフルインザ九州から変わってないですよ。グッチさん、ジョイフル知っとるよ。知ってるんですか？私あのお昼配信した時にジョイフル九州にしかないと思ってました。でも皆さんにお昼配信した時に教えていただきました。ジョイフル全国にあるよって。ラリーさん、こんばんは。こんばんは。かすみ大好きさん、こんばんは。原川さん、あなたのところに推薦コメントしてきやす。ありがとうございます。任せました。さつきさん、かわいい。かわいいですか？そう、大野高美さん、あら、ウェルカムコメント使いこなしてる。もうショールームにはなりました。かすみ大好きさん、カルボナーラは好き。大好き。パスタの中で一番好きなのはカルボナーラ。ねえ、ピーちゃんさん、17期良かったけど体調悪そうなメンバーいて本調子じゃなかったね。そうなんだ。大事にしてほしいですね。ゆうたろうロンマンさん、仕事終わったから遊びに行きたい。お疲れ様です。せいちさん、かすみ6月19日前。そう、 1+5=6。15生まれです。覚えてください。さつきさん、え、くぼ、ね、見えないかも。光で、ね、見えない。 あった。え、くぼ、ともおさん、仕事疲れたって思ったら今日2万歩歩いて、すごっ。私より歩いてるよきっと。それは疲れるね。お疲れ様です。やすみ大好きさん、私も6月誕生日。おお、一緒だ。双子座ですか？双子座だったら誕生日近い。ナナのおじさん、はじめまして。名前呼んでください。ナナのおじさん、お疲れ様です。トムさん、こんばんは。こんばんは。ハルさん、双子座ですか？双子座です。ナナのおじさんさん、今日のファッション見せてください。今日はめっちゃだるぎっていうか部屋着なんですけど、今日はコンバースの寝巻きです。可愛いでしょ。スピードスターさん、はじめまして。はじめまして。
アップデート中その29、30日楽しすぎたせいで仕事中ストレスばかりで辛いです、ね、次コンサートいつあるかな、早く私もしたい、楽しかったよね、うん、コンサート大好き、29、30、 OK さんこんばんは、こんばんは、福一郎ズさん、確か90のメンバーもう一人いましたよね、18期生はあれ山口結衣です、長崎でした、かすみん大好きは6月20日双子座じゃないか、ギリギリ、香港のジェットタブルさんすっぴんですか、日焼け止め塗ってます、あと1分塗ってます、あとあれ何マスカラしてます、かすみんですか、手紙はいつから、え、いつからなんだろう、わかんない、手紙読みたい、ピースさん天秤座です、え、何月天秤座って、翔平さんこんばんは、こんばんは、白いクマじゃなくてクマさん、せいかてさん整備、あ、かわいい、ありがとう、せいかて整備点検のおじさんで話題になってましたねそうそうそう、伝説配信、伝説初回配信ね、デュークさんこんばんは、こんばんは、大野高文さん今日縮小失敗しまくるね、判明のやつとか開けないでよ絶対、デュークさんはじめましてデュークです、よろしくお願いします、はじめましてカスミンこと工藤カスミンです、よろしくお願いします、ピースさん配信は慣れましたか、慣れました、楽しい、毎日配信したい、おでこシャンシャインさん、シャンシャインさん初見です、初見さんいらっしゃい、何龍太郎ローマさん何年ですか、鳥年です、ハートがいっぱい、こんばんは、頑張れとさん、ひろのしんさんもこんばんは、のびひろさんこんばんは、こんばんは、イングリッシュマンさん、カスミン好きになりすぎないように気持ちをセーブする努力するので応援してくれますか、応援しません、どんどん好きになっちゃおう、カスミン大好きさん、カニ座かな、カニ座なんだ、じゃあ惜しいね、ちょっと違うだけ、6月20日だよね、え5日違いじゃん、白熊さん話しやすい先輩って誰、え、まだ全然ね先輩方とお話ししてないの、でも今日なんか待機場所に、待機場所みたいなところがあるんですけど、そこにたまたま千葉エリーさんがいたんですよ、千葉エリーさんが、でマカダミアナッツクッキーを一つあげちゃいました、嬉しかった、めっちゃ可愛い、千葉エリーさんめっちゃいい匂いするんですけど、なんでなんですか、絶対私あれですよ、レッスン後だったし絶対臭かった、トモヤさん18期生だけど全国ツアーしてみたいね、してみたい、ね、皆さんのとこに行く、しゅんせいさん18期旗箱推しになりそう、箱推しになっちゃおう、18期みんな可愛いし、みんなねできる子なんですよ、バラエティもできちゃうんですよね、18期生は箱推しになっちゃいましょう、クワンクワンさん大分県民です、大分県民ですか、え、大分めっちゃ良くないですか、私も大分帰りたいです、デュークさん天秤座は9月下旬かな、あ、そうなんだ、さつぎさん置いた弁言って、今日の体育岩田聞くね、置いた県民の方には分かるはずです、かぜさんハート100受け取って、受け取りました、
ケンタさんこんばんは、ヒロシさんこんばんは、ノブさんこんばんは。みんなのこおいた弁言ってってさつきさんがめっちゃ連投してるので言いますね。さつきさんのことがめっちゃ好きやけん、あ、真剣好きやけん、真剣好きやけんって言いますよね。くまもさん、ワイは水亀座です。何月だ。ケンツーさん、ケンジさんこんばんは、こんばんは。アップデート中さん、話しやすい先輩、それは大西桃花のオツ。いや、オツしか、あの会話でもないですよ、挨拶です。大西桃花さん最近会ってないです。デュークさん、横浜の CD お渡し会で会ったかも。どんな格好してましたか。どんな格好してたか教えてください。周り、かなりんさん、周りに布教していい？いいよ、周りに布教しちゃおう。かすみん大好きさん、先月タワレコ池袋行きました。池袋じゃなかったの、横浜、横浜のなんだっけ、横浜ビブレってとこでやりました。初めて、人生初めて横浜に行きました。なんか食べたかったんだけど、なんか食べる時間なくてそのまま帰っちゃった。意外と東京から横浜ってめっちゃ近いですよね、全然行ける距離。トイピーさん、お疲れ様です。17期の1周年見てきた、お疲れ様です。フェスですか。そう、 OKZ さん、18期はダンスも歌もハイレベルよね。そうなんです、18期箱推しでお願いします。いや、かすみ強めの箱推しでお願いします皆さん。おーちゃん03組さん、別府温泉に行きたい、行きたい、行きたすぎる。なんだっけ、いっぱい温泉あるよね。何温泉だっけ、なんだっけ忘れた。明晩温泉とかね、明晩温泉とかよく行ってた。かくまもさん、かすみのことが真剣好きやけん、合ってると思う多分。大野高文さん、横浜の渡し会行きたかったね。でもさ、前日ぐらいに言われてさ、平日だったしさ、難しかったよね。平日の3時ぐらいだったからね、難しい方たくさんいたと思う。またさ、お渡し会みたいなのあればいいのにね。福一郎さん、ワイはサソリだよね、サソリ。ともやさん、まほぴょんとお話ししたことあるのないんです、遠目で見てるだけです、いつも。可愛いなって。はるさん、かすみは唯一無二のアイドル素質。ね、18期で一番アイドルしてます。のーみおくんさん、今申し込める一番早い27日申し込みました。お話楽しみ。あれ、オンラインでしたっけ？オンライン。オンラインですよね多分。ありがとうございます。何話そう、どんな感じなんだろう。オンラインってさ、8人でさ一緒にやるからさ、どんな感じなのかわかんない。ひわさんこんばんは、こんばんは。朝倉さんこんばんは、こんばんは。ともさん、意外とっていうか30分くらいで行けそうだよね、すごくない？隣の県に30分で行けるなんて。福一郎さん、僕は宮崎県、同じ九州ですね、出身で今大阪に住んでいます。大阪か、大阪よく行ってました。月に、でも週に1回ぐらいは行ってた、雨村とかね。ピア孔明さん、カスカスダンスをマスターしましょう。実はなんですけど、私自己紹介カスカスダンスにしようとしてました。カス、カス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 ミンってやろうとしてました。そっちの方が良かったかな。しゅうせさん、かすみの配信気づいたら毎日見てるよ、可愛すぎるけん、ありがとうございます。
ね、毎日見てくださるなんてありがとうございます。さつきさん、今日はもぐもぐしないのあるの、実はカムカムレモン、皆さん知ってますか？美味しいよこれ。これおばあちゃんがねよく買ってきてくれてたカムカムレモン、懐かしの味です。今ストックが1個あります、家に。ね、いつもなんか食べてない、私大丈夫？キキキさん、サズミンさん、18期の中で一番仲のいい友人は誰ですか？カスミンさんじゃなくていいよ、カスミンでいいよ。18期でもう本当にねみんな仲いいの、本当に。あの8人一緒にいるって感じ、もう8人で固まっているって感じ、本当にみんな仲いい。ともやさん、エリーちゃんの YouTube チャンネルよく見てる？見てますよ。結構前だけど今印象に残ってるのはあの一蘭の YouTube、 替え玉してるのすごくない？あんなにさスタイルいるのに替え玉するのって思った。かずやさん、だるま100個投げたよ、ありがとうございます。しもちゃん、アットマークさん、確かに食べてる感じがね、ずっともぐもぐしてる、朝からずっともぐもぐしてる、やだ。あ、ロンリーボイスさん、今日メール登録しました、ありがとうございます。SNS とかでねハッシュタグかすみんメールってつけてくださったら、お姉ちゃんからいつも何報告じゃないけど、あ、誰も報告じゃないけど送られてくるので、もしかしたら定期的にねそのカスミンメールの返信に返信みたいな私がすることがあるかもしれないので、ぜひ感想とかお暇な時間があったら書いてほしいです。しもちゃんさん、それやったらますますバラエティー気に、そうだよね、よかった。スカ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 スミン、逆にさそのカス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 からのかすみんで可愛くてギャップもええみたいな、そういうのはなかったですかね。りょうちんさん、こんばんは。こんばんは。ともさん、返信来たのは今年一番嬉しかった。本当？全然返信ぐらいなら全然しますよ。むしろ返信したい、いっぱい返信したいね。毎日できたらいいんだけど、毎日はちょっと厳しいから定期的にっていう形でやります。たくさん、生誕祭とか特別な時に使うと美味しいね。確かに特別な時にね、プロの時カスカスダンスで、どうす、鬼がわら、じゃあ待って、やばい。なんか皆さん聞きたいことない？うん、今訪問してくださった方もいるんですけど、今日は10時までなんです、ごめんなさい。小野高橋さん、のんびりしてたらあと5分、もう早いね。30分って、30分じゃダメだね、1時間じゃないと話せない。イングリッシュマンさん、今日も好きなまま終わってしまいました、よかった、ずっと好きでいてくださいね。カズヤさん、ごめんなさい、今来たばっかり、ごめんなさい。でも明日するよ、また。明日はね、何時だっけ、朝の8時から9時と夜の9時半から10時、多分だけど、多分するかも、わかんない。カスミンメールで送るかも。ま、なんか研究生、研究生のツイッターに出てたら多分すると思うけど、出てなかったら多分できないかも、ごめんなさい。
かすみんだくさんコメント読まれたい、読みましたよ。ロンリーボイさん18期生を押すことにしたかすみん同じ九州ということでなんか嬉しいです。ありがとうございます。ロンリーボイさん同じ九州なんですね。カッツンさん、みずみん先輩の第一印象はなんかリーダー的存在って感じです。すごいまとめてくれるし、研究生楽曲とかやるじゃないですか。その時にここの動線こうした方が良くないとかすごい積極的に言ってくれます。ありがたい。ゆうたろんロンマンさん、30分は早すぎるよ。それな、30分も早すぎるね。もっと楽しいさんさん、こんばんは。てかあと3分なんだけど、やばい。コスミン配信ありがとうっす。はい、やってきてる。 OKZ だな。ちょっと8時は早いか、ごめんなさい。もしかしたらするかもしれないから見てください。はい、ランキング読みな。お茶さんごめんなさい、ランキング読みます。3000位内さんこんばんは。ちょっとランキング読みますね、ごめんなさい。ちょっとちょっと待ってね。にゃん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 。知恵のパパさん、かすみ大好きです。ありがとうございます。私も大好きですよ、皆さんのこと。にゃん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 。なんかさ、やばい、待って、 1% しかない。ちょっと待って、充電器ないわ。ちょっと待って、充電器やばいやばいやばい。届かない。ちょっと待って、ちょっと待ってあと 1% しかない、届かない。ちょっと待って、とりあえずちょっと13位、ちょっと待ってくださいね。あ、やばいやばいやばい。ちょっと待ってなんか画面暗くなったなと思ったら、ちょっとあと 1% しかなかったです。ちょっとごめんね、